どうも、カワロンです。みんなでバトルやっていきますか？これ条件付きかな？俺ね、結構ね、甘いものを食べるのが好きなんですよ。スイーツ系とかね、好きなんですけど、今日はね、あのね、クレープを食べてきた。キャラメルとチョコクッキーのクレープ食べてきたんで、もう勝ちっすよ、こんなん。負ける要素が見当たんねえよな。ちょ、どうしよう。クッパどう、ヨッシー。ヨッシーはまずくね？あー、一回死んで。一回死んでから、なんかこう、まあ、なんつうかな、無敵時間使って飛んでいった方がなんかもう良さそうじゃない？これ。そんな感じない？これ。頭かせ！よし、行くぞ行くぞ！よーし、超えていく！俺の屍を超えていけ！なんか PSP でこういうゲームあったよね。あ、倒さなきゃいけないのか。ははははは。ごめん。ごめん！ちょ、マジで勘違いしてた。これ倒さなきゃいけないのか。そうか。ファイヤーで倒さなきゃいけないんだ、これ。どうしよう。まあまあいいや、こっちにヘイトを向かせといてさ、ファイヤーで倒してもらって。ファイヤーで倒してもらっといてさ、なんだか、なんとか死に行こうぜ、それで。なんとかできたらいいんじゃない？これで。よし、行くぞ行くぞ取れる、これ取れるかな？どうなんだろう。頭貸すな、頭は貸すな。ここら辺かな？よし、ゴー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 ルうまい相手と同じ速度で走ることによって、まあ、しっかりとね、ヘッドを乗ることができる。頭に乗ることができると。いや、素晴らしい作戦、これは。これもクレープパワーっすね。マウンテンクライム、頑張っていきますか。登るんだろうな、山を。山を登って、行くんでしょう。じゃあね、登山道具とかちゃんと持たないと。こいつら舐めてる。うん。登山グッズ持たずに、もう、雪山に行くとかね、マジで、終わってるからな、ほんとに。さあ、登って。あ、これワンチャン行けるよ。ほら。めっちゃショートカットできた、やべえ。ただ、そんなにね、あれは、差はついてないんだよね。だから、あれ？コインしか出ない。マジで。マジか、コインしか出ないのか。最悪だよ、ほんとに。いや、もう最悪だな。待て、これ後ろに投げとくか。うらよしマリオやりこれも投げとこう、一応ね、一応めっちゃ、あ、やべ、あいつキノコ持ってる。どっからそんなもん持った、お前。やばいな、ちょ、これ急いで飛んでみる。よし、急い、わかる。よしよし、いいよ。いいね。どこ届かないだろ、ルイージ、どうだ。届かないんだよな。そして、しっかりと入っていく。いやー、これさ、つけれたっしょ、なかなか。これ飛べる？いや、飛べないな、待って。やばい、ルイージが来る。やばい、ルイージが来る。そう、よし、投げたいけど、リスクある。ありがとう、ルイージ。焦んな。ちょ、ここで焦って負けたら、本当に元も子もないですからね。うん。だから、しっかりと見ていきたい。オッケー、ナイス。テレサもちゃんと避けていく。あー、中間でかいよ。中間はめっちゃでかい。助かる。ありがて。さあ、ファイヤーか。あ、ファイヤーがあるんだったらもう勝ったよ、俺こんなもん。リタイアしてる。誰だろう、リタイアしたの。ルイージかな。誰だろうな。わかんないけど。でも、あいつが投げ落としてくんのが悪いからな。うん、ほんとに。勝負の世界ですから、これは。さあ、どんどん行くか。あ、でもルイージまだ生きてるわ。じゃあ、誰だ？マリオか、じゃあ。最初に俺に甲羅で投げられたやつか。でも、こっからもう、だってね、こっから楽っすもん、僕。適当に話しながらでも、てか、一回死んでもいいぐらいある。でも、さすがに一回死ぬとやばいかな。あー、どうしよう、これ。これ、ワンチャン上行けないのかな？どうなんだろう。まあ、上行けないから怖いから、こうやって言っとくか。オッケー。あるじゃないっすか、ゴール。後ろに甲羅投げるのたまんね。いやー、やべえ、この試合めっちゃ気持ちかった。楽しい。ビギナーガイド。あー、なるほどね。初心者ガイドみたいな、そんな感じか。俺、マリオメーカー2から始めたさ、初心者なんで、しっかりとね、このガイド、参考にさせてもらうわ。ね、目、好きとかうざくね、なんか。なんだ、お前、マジで。本当に。お前、だからお前、あと最下位になるんだよ。そういうとこやぞ、本当に。これは、待て。なんか、いい感じにいけるかな。オッケー。木箱を持ってきてばよかったね。目、好きとこで、結局、あいつ遅れてんじゃん。オッケー、ナイス。待て。最悪。これ、普通にさ、普通にこう投げればいいじゃん。ねえ、こうやって、普通に行けばいいじゃん。ちょ、待って。ねえ、マリオさ、やめてくれ、ほんとに。ねえ。邪魔しないで、ねえ。マリオさん、邪魔はしないで。あ、ゴールあんじゃん。オッケー。お疲れ様でした、マリオさん。いや、俺、途中めっちゃ下手だった。頭借りれなかった。ニュースーパーマリオワールド1-1。これは再現コースなのかな？みんなでバトルにもスタンダードも書いてあるけど。そんな感じなんかな。あー、でも俺やったことないからわかんねえ。
ワールドの一の一やったことがないから分かんないんだよ。オッケー。メスキノコ持って後ろ投げる。オッケー。ざまあみろ。お前がそうやってね、青キノコとルイージにしたことを俺がやってあげただけなんだよ。いやー、甲羅で投げたかったけどなー。いや、って、これやばい。オッケー。うわ、やったやった。やった。なんかまぐれでここまで来れた。え、スター、待って。スター強くね、待って。いや、スターは強いってマジで、ほんとに。え、スターくれんの、ほんとに。でも勝ったよ、こんなのじゃ。ほらー。やったー。お疲れ様でした。ねえ、メスキノコは今どんな気持ち。これはヒーロー。EL、ニベル、パーディド。パディド。どういう意味なんだろうな。これ初期スキンだったっけ？あ、ぽいね。よし、前取って。後ろからスタートのが早かったりする。成功すればね。でも、まあ、成功しなかったら、前スタートのが早い。こんな風にね。そんな感じなんだよね。待って、気をつけて。あいつ、甲羅後ろに蹴っていったな。うわ、なんか食われてない、あいつ。あいつなんか食われていったぞ。待って。これなんか絶対出る。あ、スターがやっぱそうだと思ったんだよ。ブラパがあるんだったら出るよな。そうだよな。うわ、スターが切れそう。やべ。やべ。やべ、切れる。やめて！あっぶねえ、マジで、ほんとに。ガチで危ないんだけど。ちょ、ファイヤー、ファイヤー欲しい。あー危ない！死んどけ、お前。あっぶねえ、マジで。え、まだあるっぽいな。あ、なるほどね。簡単にはゴールさせれようと。いや、今のね、独走状態に入ってなかったらね、ちょっとね、ここでごちゃごちゃして、大番狂わせあったかもな。こっちに来てくださいって。勝手に死んだだけやんけ。マリオバデー、バカ、いや、バケーションズか。オッケーオッケーオッケー、頑張っていこう。大文字だからさ、なんかこう、勝手が近かったね。でもよかったよ、訂正できて。絶対これ上やろう。でも入ったら入ったらなんか良さそうな雰囲気あるくね、これね。そんな感じない、これ。入ったら入ったら多分いいよ、これ。入ってみるか、だから。入って。入ったら鍵があるのか。なるほどね。ファイヤー一応取ってみるか。オッケー。で、一番右端に行ってみようぜ。何、あー、なるほどね。わかったわかったわかった。結局鍵がいるんだったんだな。これ取れる？いや、てかもう早く早く行ってほしいな。あ、ない、ナイスナイス。ちょ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 、やめてやめて。オーバーキル、それは。それはオーバーキルって言うんだぜ。あー、ないそれ、マジで。やだな。食らわなくていいの食らっちまったよ。ルイージは大変そうだな。え、もうゴールじゃないワンチャン。うわあ、ルイージは。なんでこんななんか、最後の一人って面白いんだろうな、マジで。すげえかわいそう。委員会の天国、地獄と。で、みんなでバトルか。と、これどういう意味なんだろうな。なんかこういうアニメとかがあんのかな、もしかしたら。さて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 。あー、車怖えな。でも車は多分使わないから、適当に走っていきたいな、前に。よし、取って！ナイス！いやー、オッケー、どんな感じこれ。あー、なんか、変な道に来ちゃったけど、どうなんだろう。どこが正解なんだろう。これ上じゃん、普通に。あ、オッケーオッケー、いいね、いいね。これ、あいつらが来る前にさ、ちょっといろいろ、ゴールあるじゃん！オッケー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 ！びっくりしたー。スネークブロックってね、結構ね、焦るよね、なんか。敵が来たらさ、だってさ、ヒップドロップされるもん。嫌だもん、そんなの。おっしゃ。完全自動、やばいな、これ。絶対みんなでバトルでやるようなステージじゃないじゃん。完全自動。いや、まあ、触らないわけにもいかないからなって、これ、だってね、ここのポジショニング争いがあるからな。ゴー、よし、行こう行こう行こう。行こう行こう行こう。多分ここで、こうやって行くんだろ。あ、もうこっから自動で、え？自動じゃないやんけ。まあまあいいや、いや、いけるっしょ、なんだかんだ。で、これ地獄で、甲羅持ってないってね。で、甲羅投げるか、そこで。なあ、なあ、なあ、頼む。甲羅、そこで甲羅、そこで甲羅投げるか、普通、おい。地獄、ね、やばいもん作り上げてんだけど、やばすぎる、これ。ほんと、ね、これマジでやばい。やばじでやばい、これ。ほんとやばいな、これ。ちょ、投げとこ、投げとこ。これもさ、なんか、これもさ、適当に、ね、やばい、やばい。ルイージに持たせちゃった。やばい、やばい、やばい。怖すぎる。あいつ、なんで死んでんだろう。これ持っていくのかな、どうなんだろう。まあ、とりあえずさ、こうやってやっといて、こうやってやっといて、こうやってやっといて、こうやって投げればなんとかなるっしょ、こうやって。こうやって、かははは2キル。2キルした、俺。スーパーマリオランド2の、は、W の1の1と、スーパーマリオワールドの1の1やったことないから分かんないですよね。なんか前からずっと言ってる気がするわ。さあ、スタート気合入れてけ。こういうコースはな、マジスタートね、超大事だから、本当に。いやー、めっちゃ遅れてるやん、俺。甲羅とか持ってってもよかったけどね。いやー、1位、1位。今んとこ1位抜けてるよ。あいつ甲羅投げてきた。いや、違う、甲羅じゃなくて、カキも投げたんだ。いや、今んとこいい感じだよ。あんまりね、踏み外さないように。頑張っていこう。オッケー。中間取って。いやでも中間ドリームあんまりないけどね。もう死んだ瞬間にもう終わりなんです。危ねえ
最後のカキボーめっちゃ怖かった。え、カキボーじゃない、クリボンか。俺ずっとカキボーって言ってた。しゃあ